雨の玉川真珠。遺書。太宰治。山崎富江。私ばかり幸せな死に方をしてすみません。奥名と少し長い生活ができて、愛情でも増えてきましたら、こんな結果ともならずに済んだかもわかりません。 山崎の生に帰ってから死にたいと願っていましたが、骨は本当は太宰さんのお隣にでも入れていただければ本望なのですけれど、それはあまりにも虫の良い願いだと知っております。太宰さんと初めてお目文字したとき、他に二三人のお友達とご一緒でいらっしゃいましたが、 お話を伺っておりますときに、私の心にピンピン触れるものがありました。奥な以上の愛情を感じてしまいました。ご家庭を持っていらっしゃるお方で、私も考えましたけれど、女として生き、女として死にとうございます。あの世へ行ったら、 ダザイさんのご両親様にもご挨拶して、きっと信じていただくつもりです。愛して、愛して、おさむさんを幸せにしてみせます。せめて、もう一、二年生きていようと思ったのですが、妻は、夫と共に、どこまでも歩みとうございますもの。ただ、 ご両親のお悲しみと今後が気がかりです。中。この遺書は昭和22年8月29日付となっている。鶴巻夫妻宛、太宰と富江、連名の遺書。長い間、 いろいろと短く親切にしてくださいました。忘れません。親父にも世話になった。お前たち夫婦は商売を離れて僕たちに尽くしてくださった。お金のことは石井に。太宰治。泣いたり笑ったりみんなご存知のこと。 末までお二人とも、御味大切に。後のことを、お願いいたします。誰もお願い申し上げる方がございません。あちらこちらから、いろいろなお人が見えると思いますが、いつものように、お取りなしくださいまし。この間拝借しました着物、まだ水洗いもしてございませんの。 お許しくださいまし。着物と共にありますお薬は胸の病によいもので、石井さんから太宰さんがお求めになりましたもの、ご使用くださいませ。田舎から父母が上京いたしましたら、どうぞよろしくお話しくださいませ。勝手な願い事、お許しくださいませ。 昭和二十三年六月十三日、富江。追伸お部屋に重要なもの置いてございます。おじさま、奥さま、お明けになって野川さんとご相談下さいまして、しばらくの間お預かり下さいまし。それから、父と姉に、それから、 お友達に、うなでん、お知らせくださいまし。父、滋賀県神崎郡妖町二百244、山崎春弘姉、神奈川県鎌倉市、長谷通り256、マッソワール美容院、山崎ツタ。 友達。本郷区森川町90加藤育子。淀橋区戸塚町1-404。宮崎春子。ここで、朗読ノートサポーターズの皆様のご紹介です。このチャンネルは、青シャチ様、悦子77歳様。 ガチャマルコ様、クルクリ様、サミ様、シキ様、ジュジュ様、シンシン様、ヤカンドウ様、ヤスポン様、ヨウ様、その他4名様の提供でお送りしております。今回もご視聴ありがとうございました。